あ、おい止まれ。タダクニの妹、お前はどう思う？何が？この中で付き合うとしたら、だ。カラソウさん？なかなか見る目あるじゃねえか。ここ座れ。やめてください、そういうの。見損ないました。ちょっと待って、ジョーク、ジョークです。うっ、おいおい、カラソウいじめんな。これミノの弟？うわ、似てねえ。え、そう？友達。はじめまして、元春です。よろしく。ねえ、なんでヒゲ生やしてんの？いや、別にどうでもいいだろ。シュウエになんで口利いてんねん、ボケー！ごめん、ネルちゃん。もうこいつら全員ぶっ殺してしまおうか。ていうかね、髪型がダメだと思う。ちょっと変えてみよっか。今はただちょっと消えて。こいつらが満足してスッキリするまで耐えるしかない。妹、いきなり何を。お前ら、また私の下着盗んだだろ。いや、普通に盗んでないですけど。うるせえ、今すぐ死なないと殺す。ぶっ殺されたくなかったら早く死ね。風で飛んだだけだって。はあ、自意識過剰。伝説の剣を抜く者がついに現れたか。そなたこそ勇者。マジで？行くぞ魔王。来い勇者よ。奴の弱点は心臓だ。ああいうの、ヤスさんはどう思う？気に入らないわね！あんな集大を晒して、自分を客観的に見れないのかな？私だったら、相手に迷惑をかけることは絶対にしない。まあ、隣の島で他校の男子を追っかけた人のセリフとは思えないな。有名だよ。ダメか、動かない。あ、あれは妹？そうそう、こないだ山田がさ、教室でプロレス、ヤスさん。なに？ Few moments later.